ドヌンク作クヘッドブリンダハウスアナゴリアあるいはバラ色の家ウィリアム・ド・グーブ・ド・ヌンクはベルギーの象徴主義派の画家ウィリアム・ド・グーブ・ド・ヌンクとも彼は1867年にフランスアルデンヌ県モンテルメイの古い貴族の家系に生まれた不服戦争中の1870年両親は彼を伴いベルギーに亡命しはじめスパに次いでブリュッセルに今日構えた ここで父はヌンクに絵画の手ほどきをした。16歳になって間もなく、彼はオランダ人画家ヤントーロップと知り合い、アトリエを共有することを勧められた。1894年に彼を象徴詩人のサークルに導き入れ、また彼の作品にかなり影響を与えた仲間の画家のジュリエット・マッサンと結婚した。そしてウィリアム・ド・グーブド・ドヌンクは、 ギリアニを通じて、モーリス・メーテルリンクらの若きベルギーの詩人たちとの交際が始まり、メーテルリンクの儀曲、室内の舞台装置も手がけている。彼は、前衛芸術グループ、20人展に属し、後にラリーブルエステティークに出展した。彼は、イタリア、オーストリア、フランス等のヨーロッパ各地を旅し、風景が、特に夜の公園の景色を描いた。 バラ色の家、夜の天使や孔雀など彼の最もよく知られている絵画は彼の作品の魅惑的な特性を示しており、特にバラ色の家はシュルレアリスム、特にルネマグリットの絵画に大きな影響を与えたと考えられている。彼は絵画を描くために必要なのは絵の具を取っていくつかの線を描き、残りの空間を感覚によって埋めていくだけだと言ったと伝えられている。 彼は、パリの展覧会の定期的な出展者で、ピエール・ピュービス・ド・シャバンヌとモーリス・ドニュによって支持された。1900年から1902年までの3年間、彼と彼の妻は、バレアレス諸島に滞在し、そこで、険しい海岸線とオレンジの子たちの絵を描いた。橋けのある雪の風景、1911年1910年頃、宗教的な危機に苦しんだ後、 心を苦しめる内面の状態を表した絵を描いた。そして第一次世界大戦中は難民としてオランダに逃れ、そこでわずかな作品を制作した。彼は1919 19年の妻の死に打ちのめされた上、片手が動かなくなってしまった。1930年に精神的危機の機会を通じて、彼を助けてくれた女性と再婚結婚し、最後の数年を、 ベルギーのスタブロに定住し、そこで雪に覆われた風景画を描いた。英語版、ウィリアム・ディグーブ・でナンクックスを翻訳。ありがとうございます。